ウスの木は、スツジカスの貴族の落葉低木。樹高は0.5から1メートルになる。若い枝は緑色になり、量があって、2列に並んだ短毛が生える。傭兵は、長さ0.5から1ミリメートルになり、難毛が密に生える。葉は五星し、葉心は長楕円型から楕円型で、長さ2から5センチメートル、幅0.7から2.5センチメートルになり、 先端は鋭く尖り、基部は鋭く、形になる。葉の表面は無毛か、時に毛が治留し、裏面は朱脈の両側に短い難毛が密生するか、または毛が生えないものもある。葉の縁に春状の細巨子がある。花期は4から5月。前年の枝先の加賀から1から2個の花を下向きに、つける。花柄は長さ3から6ミリメートルになり、短毛が治留するか。 時に無毛、花柄の下部に、膜質の包容があるが、早く落ちる。額頭は高昇形で、五両があり、先端は広がって五列し、列辺は高三角形となり、先は尖る。果敢は黄緑色で赤みを帯び、長さ6から7ミリメートルあり、小形で、先端は浅く五列し、先は半極する。湯水は10本ある。果実は、 計7から8ミリメートルの5両ある、卵状球形の液化で、7から9月に赤色に熟し、やや五角に角張る。果実は食用になる。和名の由来は、果実の先端が、薄のように凹むことによる。北海道、本州の日本海側、四国の中北部、九州の北部に分布し、産地の日当たりの良い岩場に生育する。ありがとうございます。